私たちの学校は勉強を中心に入ってきます。ですので最初はそんなにバスケットに興味ないんかなと思っていたんです。でも子どもたちはやっぱり諦めないで強くなりたい、例えばインターハイ常連チームにも立ちたいという夢を持ったんですね。で私もなんとか、手助けしようとしたんですが、私もインターハイ常連チームにいましたが、やっぱりその差は果てしないものだったんです。10年ぐらいでしたね、挑んでも挑んでも試合にもならないケースが多かったんです。何か一つ子どもたちが戦える武器があればと思って、いろんな技術や戦術を研究しているときに、日本人の昔の動きを研究している古武術研究家に出会い、その人と話している中で、いろんなヒントをもらい、それがもし手に入るならば、もし江戸時代の宮本武蔵に通じるような、型の伝え方、技術が手に入るならば、チャンスがあるんじゃないかなと思い、導入してみようと思った次第です。良かったというのは、本当にそんな江戸時代の日本人の動きって今と違っていたのか、本当にそんなものがあったのか、宮本武蔵と今の剣術だとそんなに差があったのか、そのいろんな疑問から入っていき、あるだろうと子どもたちも私たちもこう確信を持ったんですね。その時にですね、私も正直言って何をしたらいいか分かんないと、子どもたちと私たちはもうこうみんなが共同研究者になったんですね。ですので難波については鈴木選手というものが編み出したし、佐伯タンというように佐伯という選手が不思議なターンを編み出したり、みんなでこの研究したことによって、一つにまとまるっていうんじゃないと、その夢に向かって、私選手を含めた軍団になっていったんですね。先ほどのチームワークという意味で言えば、お互いにその伝説の技を編み出そうと、よみがえらしてみたいという夢に向かって歩いた、その力がやっぱり、古武術も大きかったんですが、やっぱりみんなで夢を見たというのが一番の大きな、躍進した原因ですね。